いや、すっぽんばっかしねえに口飲んでて、なんか、アニキサスにやられたとか。やたら飲んだからに、うん、おっ、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、体の場合、ようこそ。はい、3人お、なんか若者が来たね。来ました、若いのが来ましたよ。さあ、なんか怖そうな人が、なんか、あったんだけど、大丈夫かな。最初のメインゲストが。あ、誰かわかりますか。あ、ほらえ、なんか分かっちゃったかな。え、二木さんですよ。そうですよ。俺、ねいや、このプレイステーション、ミスタープレイステーション。そうね。いろんな質問されたでしょ、はい、その中にプレイステーションといえばって質問があったでしょ、はい、びっくり、はい、聞きました。そう。3人、はい、実は3人とも奇遇にもくれ、二荒木さんって書いてある。そうなんですか。すごい怖い。だからこれは今日は、これはもうハマるぞと思う。すごいびっくりですよ。じゃあもうちょいでみて。はい。とりあえず座る。そうですね。はい。そんな遠くにいないよね。でも、失礼します。遠くの、ソーシャルディスタンス。そうですね。実物この距離初めてですよ、さすがに。いや、そりゃそうですよ。びっくりしました。なんか、あら、いや、なんか、くだらない、なんか似てる方がいらっしゃるなと思って。まさか、いると思わないで。いるな、なんか最近そういうのいるもんな。いや、別に僕じゃなくてね。慣れきっちゃうのがね。はい。そうなんですよ。いや、びっくりです。マスター、3人とも固まってて、そうですね。いただいた方が。さすがにびっくりした。さすがにそうです。そらだってさ、開店祝いだから来るに決まってるじゃない。ほら、もう呼べちゃうんだぞ。おめでとうございます。呼べちゃうんだぞ。これ、俺しばらくこれ自慢するから。ハルマさん、ひょっとして、すげえやつか？ハルマさん、開店おめでとう。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとう。おぉ、なるほど。ね、まさかこの取り合わせにゲストがなると思ってなかった、ね、いやいや思ってなかった、いや、うん、思ってなかったことを楽しみにしてなかったです。そうですよね。あえて隠してましたもんね。あえて隠してました。言うてその原田も返すとはいえ、その格闘ゲーム畑じゃないですか。そうです。で、我々の格闘ゲーマーじゃないですか、うん、キャスターとか格闘ゲームやってるし、そこにまずちょっとあの具体的登場は、いや、そうなんですよ、マジテスト、誰も想像できないので、誰も想像できないので、そうか、そりゃそうだよな。このメジャーどころとマニアックどころでこう、振れ幅があるぞという。振れ幅ありすぎじゃないですか。でもさ、最初の鉄拳が出る前って、実はあるタイトル名で出ていて、はい、それをね、業務用のゲームショーに見に行って、おお、すごいとかになってる。それが最初だね。カムイって言ったんだよ。カムイ？カムイ。神、神なのか、神が威張るみたいな。カムイ。はいはいはい、カムイ。で、いい名前だなと思ったら、商標取れなかったらしくて、で、それでね、なんか使われてたとかですか。使われてたんですよ。で、それで鉄拳にあって、あ、これもいい名前だよね。鉄拳って今から言うと、今からほら、横文字にしてもかっこいいじゃん。はい、カムイ、ちょっとね、発音できないもん、今だったら。フランス人発音できないと。やっぱグローバルになったとしたら。鉄拳は発音できる。鉄拳は結構ね、アメリカの英語圏の人も、どこの人も、鉄拳って言える。はい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 。言えないってイメージないですもんね、あんまりね。カムイ、した感じじゃない。カムイ難しいかもしれないですね。でも、その、アーケード基盤のシステム11っていう、この、プレイステーション、もう出る前の基盤だよね、このアーケードだから。あれを、その初めてのゲームショーで発表の時に、その山田さんというね、山田さん、二木さんの天才プログラマー、長い天才プログラマー、メインプログラマー鉄拳の、はいはい、山田さんが会場にもう徹夜で衣を焼いて、はい、会場はもうすぐ始まっちゃうわけですよ、あのお披露目が、うん、走っていって持っていって、はっ、ものすごい汗かきの人なのね、はい、お待たせしましたっつって、はっはっって言って、こう繋げてる最中で汗ボッとボッと基盤に落ちてて電源バチンって入れたら真っ暗で何も映らない。ハリウッドのメイトけど、幕張だったっけ？幕張でしたね。幕張で、10時に開場するわけさ。はい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 、で、カムイよ。そしたらさ、その15分前か30分前に山田さんが走り回ってて、はいはいはい、で、動いてないけどみんな真っ暗だね。はい、立ち上がってないわけよ。
やばいじゃないですか。大事故ですね。大事故です。大事故と思ったらね、もう奇跡的に動いたね。あ、そうなんですね。ギリギリ。ギリギリ。あれだから、プログラム的に動かなかったんじゃなくて、物理的なもの汗のせいで。生理食塩水が、生理食塩水が通電してたから、ね、それ取るわ。ショートさせてた、ね。一瞬ね、一瞬ちょっとやばい状況もあったんだけど、乗り切って。乗り切って。それは忘れられないで、できることですね。お披露目がそれだわ。あれがね、でも鉄拳の最初からね。そうなんですね。前のタイトルあるなんて知らなかったですね。まあ実験タイトルだよね。まあその時はバーチャファイターの片方があって、はいはいはい、でやっぱりすごかったのはあのバーチャファイターポあのグローシェーディングでテキシャつかなかったし、でこっち側テキシャつけて。だからプレイステーションの家庭用から入った人は第一弾ってなんか聞くとリッジレーサーみたいなイメージがあるんだけど。はいはい。実際にはそのいわゆるシステム11が先なので、はい、プレイステーションのあのチップで最初に発売されて動いたゲームは鉄拳なんですね。へえ。まあそうだよね。そっか。でも業務用の方がメモリが優れてたので、家庭用の時には実はあれ半分ぐらいになってるね、すべてが。逆に家庭用の倍乗せたの。そうそう、倍、あ、そう、倍乗せて。あのメモリーが家庭用の倍を乗せようと。はい。あと V RAM の倍ぐらい乗せようとかね。クロックもうちょっと上げようとかね。そうそうです、クロックが途中で上がりましたね。うん、メモリー倍って言ってもまあ2メガです。2メガだからね。2メガだよ。倍で2メガだな。でも最初の、まあ、鉄拳もそうだしさ、あのリッチもそうだけど、メモリー1メガでやったわけよ。ああと1メガっていうと瞬間読めるわけだよ。はいはいはい。何が起こるかっていうと、リッチの場合はもう一瞬読んでギャラクシャが動いたらもうみんなディスク抜いて好きな CD かけるわけ。ああ、そうするとね、好きなあのそうなんですよ、 CD でバックそのミュージックであのサルになる。ありましたね。ドライブゲームとして自分の好きな BGM の CD をかけれる。うんうん、あれあっという間にバレたね。そうです、あっという間にバレて、みんなそれあるようになって。え、それってやられてました？いや、ぜやっあだから世代が違うから、俺はやっぱり違うやってました、ね、あのいろんなゲームでそれができて、起動してプログラムさえ読んじゃえば、読んで、要はメモリ上に乗っかっちゃえば、はいはいはい、その後ディスク、いやからメモリが少ないのよかったんだよ。そう、全部読んじゃってるわけだ。 FM タウンズの PC エンジンも、はいはい、CD-ROM は大容量で読む、たくさんデータを読むもんだってなったから、ずっと待ってるわけよ、はい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 、だけどプレイステーション1メガしかメモリないから瞬間読めるので、はい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 、でどうしたかっていうと、まあいろんなテクスチャーデータとか配列データとかね、あの座標データを持っていれば、うん、後で自由に作れるよ、はあはあ、それまでのゲームってのは全部フリーレンダリングで、あの多分知らないと思うけど、ミストみたいなゲームがあったりすると、全部大量データ読むわけ、はいはいはい、時間かかるわけ、そうそうそう、で待ってらんないんで、それでプレイステーションは1メガしかないから、もうショーンって読めるので、はあはあ、で読んでる間にどうするかって、僕はこれはすごいと言ったら、ナムコのあの鉄拳じゃなくてリッチの連中はあのギャラクシャンぶち込んだんだよね、待ってる間に。ーボーディングゲームってやつですね。あれは任天堂さんも含めてみんなできなかったけど、 CD ロムをこう読んでる間はみんな当時の PC もお待ちくださいモードになって、はいはいはい、うん、とかあのプレイステーションは別 の, あの DMA っていうファイルを取り込んで CPU をあのもう使わずしてロードできるようになってたんで、何言ってるかというと、ロード中 CPU 遊んでるから、はいはいはい、だからそこを使ってミニゲームやろうと、あ、っていうアイデアはナムコさんで、が最初にやって特許取っちゃった。そうなんですね。ローディングゲームに特許取っちゃったんで、すごい他のゲーム。ローディングの時間が短いとみんな怒ってね。ああ、なるほど。今日のギャラクシャン、もう少しってところでロードしちゃうわけ。そうそうそう。はい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 。それっていろんなタイトルに流用されました。あのだから最初がさっきおっしゃったまさに、ギャラクシャンで、はいはいはい、で鉄拳がギャラガ。ギャラガ、うん。みたいな感じでやっていく。なんかそのローディング中に何かやるっていうのを何かで記憶ありますね。あの鉄拳はね、鉄拳5では、うん、あのスターあのそうだあれが入ってる、スターラスターじゃないと、あのスターブレードか、あースターブレードの筐体僕買ったんだよ。ああ、ありがとうございます。あれ中谷さんですよ。中谷さん、はい、スターブレードの筐体ってすごくて、あのこんなおつあのおつ面鏡っていうかさ、でっかいレンズ、でかい鏡があって、はいはいはい、あの今のカーブミラーの反対みたいなやつがドンとあって、はい、レンズが置いてある画面。そこにワイヤーフレームのあの映像がね出るんだけど、そうそう、あれあの筐体をね。120万で買ったかな。あ、そう、そんな値段で買ったか。で、それを青山のソニーコンピューターエンターテインメントってまだ会社の名前出る前に、はい、PS 準備室の時に僕がナムコさんに発注して、はい、でそれを遊びながらこれだよみたいな、これをこれリアルタイムでやるんだみたいな。タブレードは
そのでかいレンズを置いてたせいで、うん、当時ゲームセンターには結構あのでかい筐体を野外に置く店、店の外に置いてる店が結構あって、日光を集めちゃってね、それがレンズ。レンズでね。だから自分自身を焼くわけですよ。煙が出るっていうので、もう大こうそんなですか。大変なことレンズを交換して回る。このぐらいな感じだからね。あの煙が出るか。こう視野って言えばこのぐらい運ぶ感じ。だからまさにここ のアクリル板のこの半分ぐらいにモニターの間にあって拡大して宇宙空間。はいはいはい、それは太陽の光のリアルソーラーレイヤー。リアルソーラー確かに大変なの。あれはでも楽しいゲーム機だったよね。そうですよね。ねいやでもまさに当時の話ですよね。ね、でもだからそういうナムコのポリゴンとかそういうものに対しての先進性を二木さんが見てくださっていて、はい、プレイステーション立ち上げの時には真っ先に。もう真っ先だよ。中村正也さんのところに。真っ先に。うん、あでも その時からもかなり密だったわけですね、言うたら。いやもう密じゃなくてもう、俺はちょうどそのプレイステーション1の時にのから、開発の人間だと、はい、もう密っていうかもうお父さんみたいな状態で、俺社長よりもこう親密だったんだから、うちのチームはうちのチームは社長の方がレアだったからね。あなるほど。くたらきさんが来る方が多いみたいな、あ、現場にいらっしゃるぞみたいな、うんうん、そう、くたらきさんがガチ現役の頃ですよね、もう本当に。僕今でも現役なんだけど、現役ですけど、現役中の現役というか、確かにね、で、うちのチームの連中は、もう、かまたとかね、あの、はい、結局みんなもう、どっちの社員か分かんない状態で。いや、ほんとそうですね。一緒になって作ってるから、あの、チーフプログラマーの山田さんが何人もいらっしゃって、で、うちの若いっていうか、まだ会社入ってすぐの連中が、一緒になって開発してたのね。こっちはライブラリー担当とかね、あのエースのところね。でもちろん、あの、移植しなくちゃいけないから、あの、リッチの方がね、はい、で鉄拳はもうスクラッチだからもう最初の一発目なのでもう、ね、そうですね、これはなかなかエキサイティングだったよね。いやもうなんかもう本当にね、みんな会社に住んでた時代だからね。あ山田さんはあの机の下にカーテンがあって、はい、カーテンレールが机の下についてるんです、はい、でその山田さんっていうプログラマーはいつもそこから出てくるんだけど夜中になるとその中に入っていってなぜかプシュッと音が聞こえるんだよ。明らかにビール飲んでるよね。カーテンの中で。ああ、それ、それは、それあの、うちも一緒で、赤坂とか青山にでいたけど、はいはい、あそこの中ではほとんど全員住んでた。ああ、そうか。あの、ソーチーさんも椅子の下って、ね、テーブルの下は寝袋を置いたんだよ。あのカーテンじゃなくて寝袋を置いたんで。寝袋なんですよね。山田さんは普通に布団引いてたけどね。なんなら今でもそういうイメージあるんですけど、今はそうでもない。今はこれ、そんなブラックな企業はない。いや、もう一応でもうちの連中みんなむちゃくちゃ楽しそうだったよ。あのでだいたいほら7時ぐらいまで仕事すると、はいはいはい、で僕はだいたいナムコさんだとかいろんなスクエアさんだとかにあの一緒に行ってこうビジネスの話をするときにあるわけ、はいはいはい、でそれもまあ9時ぐらいに終わってですぐその後にあのその総括とか言いながらあのチームでこう丸山さんとか含めて近くで青山で飲んでるわけ、はいはいはい、でそうすると11時ぐらいなんでしょ。で11時になるとまた青山のみんな開発部に戻ってでみんないるわけ、全員ほとんどいるから、あでどうって言いながらここがねとか言ってそれはこうだよねああだよねって言ってるうちに夜中の1時になって、で当然みんな終電なんて考えてないんで、はいはいはい、腹減ったとかってよし食いに行こうって言うとそっから食いに行くんだよ。そうです、そっから食いに行って戻ってくる。で僕はそれで2時ぐらい2時か2時半ぐらいに帰ってくるんだけど、それ彼ら戻って一仕事するか寝袋入ってそうですそうです一仕事でしょ。で10時か翌日11時ぐらいにおはようとかって言いながら起きてくるっていう。そうです、それは普通だよね。普通です。あのなんかこんなコンピューターゲーム系のなんか黎明期、まさに黎明期というか、黎明期やっぱそうやってね冒険のみんな楽しさを知る。これは小谷さんあの割と理解されないのが、そうなの、そのいや昔はブラックだったみたいな言われ方するんですよ。いやブラックじゃない、みんなもう違うんですよ。運がハッピーだよね。そうなんです、あのめちゃくちゃそれなんです。それが結構理解されなくて、なんでかって想像してごらん、今や家にいっぱいいろんなすごいものがいっぱいあるでしょ、はいはい、ネットフリックスだってすごいゲーム機だって何でも家でできるじゃん、はいはい、24時間終わりだから、さ家にインターネットも下手したらないわけよ、で会社に高速インターネットだよ、インターネットインターネットだよ、家でメール受け取れない時代にインターネットがあるんだよ。ああなるほど、インターネットその頃やろうと思ったらネットつないで月何万円も請求されるレベル、ね、こんなモニターが
こんなモニターがあるわけよ。超でかい。こんなモニター、いや、だからこのモニター買うといくらなんですか。いや、なんか確か100万以上、もしくはあれは300万だよとか、いう時代にそれが会社になるわけじゃん。この画面でゲームやったらどうなるんだろう、うわーみたいな感じでしょ。もうテーマパークにいるような状態です。会社がテーマパークだから面白すぎて、家に、土日に家にいると、会社ではゲームしたいなと思っちゃうわけ。しかも友達もたくさんいるし、その開発仲間っていう名のね。そうそうそう。はい、で、ほんとセガさんの体感ゲームとかも置いてあるわけでしょ。行くじゃん、会社に。まあ、行く。確かに。それはこもりますね。こもりますね。家に仮にパソコンがあったとするよ。Windows 3.1 とかね。もうほとんど16色みたいなね。ブルーでね。何もできない。が、会社に行くと。会社に行くと、ゲームセンターもワンダーランドですよ。ワークステーションだったらあるかもね。そうですね。ワークステーション。確かに。それは行く。たまり場になっちゃいますね。たまり場の。会社という名の。働かされてるって感覚もないですね。ないっていうことですよ、ね。なんでこんな楽しいのに給料がもらえるんだろう。ああ。もう全然感覚。でも、言われてみないと気づかないけど、言われてみれば、ああ、なるほどとはなりますよね。へえ。そうか、そうか。だよね。ほんとそうです。ワンダーランドです。いや、そのはるか20年ぐらい前に僕はソニー入ったけど、ソニー行くといろんな測定器とかいろんなものあるわけじゃない。はいはいはい。多分ね、どのぐらいいたのかな、家にほとんど帰ってない。土日も会社。夜中も会社。だって楽しいな、何でもできるの。確かにそうだよな。機材もとんでもないのたくさんあるし。だって僕は1975年でお父さんの年よりもまだ老けてるけど、何にもないんだよ、家に帰ると。ようやくカラーテレビあるけど VDO もないみたいな、そんな時代なので。VHS ベータもまだないですね。ないだから、その時にさ、最高の測定器とか、最高の部品とかとあって、何でも作れるわけで。それはもうだって、テーマパークだよね。テーマパークだ。あと、やりたいこと何でもできる。今で言うとさ、ネットフリックスとかが、はいはいはい、会社でしか見れないと言われたら行くでしょ。はい、いや、それは仕事を口実にどうしますよ。オンライン対戦がね、会社しかできなかったりします。そうですね。ね、いろんなネットの掲示板とか、SNS が会社でしかできないと言われたら行くでしょ。はいはいはい。いや、今の時代に例えるんだったらどういうことになるんだろうって思ったんですけど、それですね。そういうことですよ、うん。なるほど。だから全然ブラックじゃなかったですよ。そうだよね。でも今日は第1回じゃないですか。はい。なんで、まあそのね、我々3人がそのプレイステーションとあと名前でね、二人さんのお名前出させてもらったんですけど、とりあえずその我々3人、この第1回でなんでこの我々3人を選んでいただいたっていう。まあもちろん、最初のゲストも絶対くたらがしゃべりたいって4ヶ月前から計画してて。4ヶ月前から ?4 ヶ月前から計画して。僕は知らなかったんだけどね。あ、そうですか。ダメだった時なのを死ぬほど考えて。はい。で、その、コンセプト、まず第1回目、くたらげさん来てもらう。で、この番組自体はどうしたいかというと、もちろんくたらげさんのようなこのメジャーなビッグゲストを呼びつつも、基本的にはですね、こう、すげえマニアックなところ行きたいんですよ。要はメジャーな、こう、トーク番組じゃなくて、はいはいはい、割とこう、今だからこう全方位じゃなくて、逆に、ここしか見てない人に深く掘るっていう方をやって、できる、その再生回数よりはどちらかというと最後までそういう人たちが絶対見たくなるっていう番組を目指す。はい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 、はい、側結構なかなかほら20分とか今の人って20分とか30分とか全部 YouTube で見切るってなかなかない。まあそうですね、うん、どっかでやっぱ罰を押しちゃいがちですもんね。そうだからそこを君たちのフォロワーとかいるわけじゃないですか。そういう人にしっかり見てもらうってマニアックなコンセプト。マニアック担当で、じゃあこちらはマニアック担当。マニアック担当だったら後半はとてもマニアックな話がいっぱい出てる。、はい、でも僕実際その原田のゲームバーの時を見た時に名前合ってます？原田のゲームバー、はい、今は原田のバーになります。ここは原田のバーですよね。で原田のゲームバーを見た時はやっぱもうぶっ通しですね。ぶっ通してみましたよ。見ましたよね。ぶっ通してみました。あれよりディープになる予定なの。マジかよ。マジか。だからこれ最後にこの編集仕上がった後に見た時のこのちょっとびっくりするところ、この前半のこうギャップ。うわ。なるほど。